リクガメのまさこレイディオ。せーの、わっさこらさこらす。なんけなんけ、せーのなんやっけ。せーのなんやったっけ。さあもうないんよ。毎回毎回結局。はい、日替わりにもほどがある。はい、す。はい、すですね。はい、オフです今日は。はい、あ、そうか、今日は何もなし。うん、なんかみんないいゴールデンウィークを過ごしてるようで何よりですね。うん。いいね、土井さんも旅して。なんか旅してますね。旅ですね。大事よ、一人旅。金沢行ってました。金沢行ってたね。そういう行動力半端ないもんね、彼女。まあ確かにね。うん。ずっと言ってた気すんもん、まあ、金沢行きたい、そうね、行きたいみたいなことを。そう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 。ね、やっぱいいですよ、本能の赴くままに。いや、よかったんじゃないですか。ね、よかったんじゃないですかね。うん。うん、昨日ワンマンでしてね。そうですよね。うん、いやー、ほんとね、奇跡が起こるもんで、うん、びっくりしたよ私は昨日。どういう感じでしたか。まあ、これ言ったら伝わると思うんだけど、うん、はい、前日まで予約ゼロ人でした。おー、あの私の方への予約はね、前日までね、前日まで予約ゼロ人で、うちツイートもしたんやけどさ、うんうん、ライブ会場でな、長崎のな、うん、明日ワンマン行けるかもしれないんですって、はいはいはい、肩ガシッて掴んで来てくださいってでそこで予約を一人でゲットしまして、はい、こんなに0から1の予約がこんな嬉しいんやと思ってね。前日にやで、確かに、うん、そのまあ会場側やったり長尾さんが呼んでくれたてるっていうね、2名の方は聞いてたんでね、うん、あ、もう、はいはい、1人でも2人でもおるんやったらもうやりますという気持ちやったんですよ。うです、ね、うん、もうあの日田でよ、日田って九州でも日田でやるんですって言っても日田みたいななるぐらい大分のそう、まあ、言ったら、まあ、そうそうそう、田舎ですよ、ど田舎なんですよ、地元の人が言うぐらいやからど田舎なんですよね。わ、うんうん、かるわかる。そう、ほんでそこでのワンマンライブね、ちょっと気合い入れとったんですよね、一人もくれたし、うん、もうやるで、ゼロ人でもやるでっていう意気込みでおったんで、うん、うちは、うん、お店の人がいる、そこに人間という人間がいるのであればぐらい思ってたんやけど、うんうん、当日ね、なんやかんやで9人来てくれたんですよ。9人、すごない？結構すごいですね、それは。普通に、まあそんな広くもない、あの、たこ焼き屋さんいっぱいあるけど、たくさん、あの、メニューあるバーみたいな、はいはい、こじんまりしたバー、レストランバーみたいな感じなんでね。うん、もう、ほんま、なんやろ、寂しくないどころか、もう普通に席埋まるぐらいね、追ってくれてね、急に、マジかもって、しかも、うん、花束までいただいてね、お客さんに花束、うん、まあその長尾さんが誕生日っていうのもあるし、うちのワンマンっていうのもあるし、あ、なんかそんな日に、そんな日にみたいな、うん、花束くれて、まあ、長尾さんは今日やけど誕生日、うん、いやちょっと本当に良 かったです、マジで良かった、うん、うちなんか全くそんなことになるつもりなかったけど、うん、本当に自然に感極まって泣いちゃってライブ中、うん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 、もうなんか3年前に1回だけその来たことがある場所やったから、はい、その時もうファミリーみたいな感じで、もう本当になんか仲間内じゃないけど、もうそういうファミリー空気がありそうな場所ですね。そうそうそう、もう本当に家族が迎えてくれたよっていうような感じで、でそのお店のあの方がね、3姉妹でね、はい、うん、でみんな音楽やってたり、まあ、そのお店やってたりっていう3姉妹が本当に可愛くて、年もまあそんなに離れてない、なんか仲良くしてくれてね、その人たちも途中でな、バッて駆けつけてくれて、あ、はい、来てくれた思ってもうその時点でちょっともううわーってなったんやけど、うん、最後多分な、茜空やったかな、結構最後の方で、うんうん、そのまあ普通にこうリズム取る手拍子じゃなくて、もうなんか、うん、あ、もうグッてこう伝わる手拍子が起こったのよ、茜空
とかを多分歌ってる時に、うちその時にトークでそのもう届けみたいな感じで手拍子がねこっちに届いてきた時にね、うん、気持ちが届いてねなんか分からんけど、もうめっちゃ普通に感極まって、うん、あーやっぱ思って泣いてもうて、ちょっとこらえきれんかったね。なんかそのツアー中やったりさ、うん、前回のツアー中とかってさ、もうなんやろ、あ、泣きそうやなとか分かってたりとか、やからこそあえてこらえる準備しとったりとか、はい、泣いたら歌えんから、今日は泣かんで、みたいな、そういう心構えがあったけど、ね、もうそんなの一個もなかったから、もう普通に、なんかもう、普通にちょっとやられてしまいましてね。本当に嬉しかった。ですね、マジで。いやし、うちも、もともと、なんか、まあ、ワンマンのつもりでも、当初はなかったから、なんかの、なんやろ、ノープランちゅうか、まあ、なんとなくセットリストは決めとったけど、合間合間の空気やったり、もう本当にノープランでやったのね。うん、やったら、もう本当に思ってることとか、その歯止め期間やん。なんかこれ言いたいとかこれ言ったらあかんとかっていう歯止めも聞かんから、本当に多分やりたいように言いたいことを言ってたんやろうけど、なんか出るよね、その時に。やっぱうちの本音やったりとか、普段は隠してたようなことやったりとかもう溢れてしまって、でうちのこと知らない人たちがおるわけよ、もうほとんどそうなんよ。お店の常連さんやったりとか、長尾さんが仕事仲間呼んでくれたりとか、はいはい、そのカップルが来てくれたりとか、うちのこと初めて知った上でね、なんかそんな環境もまあないわけで、ワンマンライブって確かにうちのこと知ってる人ばっかりっていうイメージやん。大阪でも東京でも北海道でも、なんか大体うちのことなんとなく知ってくれててっていう、うん、でも多分もう知らん人が大半で、でいきなりうちを見て、まあいきなりそんな心の底の部分を聞かされてもとか、いきなりそんなふざけられてもって、まあ全部あると思うんやけど、まあもう構いなしに、うちも、はい、これがうちやっていうことしかできひんから、そうね。そんなライブをね、したんですよね。うん。うん、まあちょっといろいろ、喜怒哀楽、喜怒哀楽っていうかもう感情も結構振り切ったり激しかったんでね、うん、まあ結構ミスも荒々しかったんやけど、いろいろ、急遽カバーとか、リクエスト、これ歌ったらみたいな曲とかで急遽やったりして、うん、まあまあまあちょっと荒かった部分はあったり、そこはちょっと反省もあんねんけど、うん、なんかまあうちの中ではもう今日はこの日で本当に良かったって思って、なんかすごく忘れへん日になったなと思って、うん、でなんかちょっと今日を迎えて嬉しかったことがね、はい、そのまあうちのこと知らんと、うちもそこまであんま会話をせんと、はい、まあ、俺言ったりとかちょっと話したりはしたけど、うん、なんかほんまにうちのこと知らんと、もうよう来てくれました、何がでございますぐらいの関係のね、うん、人から、まあ、長尾さんは直接感想とかをね聞いたみたいで、うん、それを今日ね、まざ聞きしてね、うん、まあ、本当にちょっと伝わるもんがあるんやなって、そこでうちは改めて思って、なんかまあうちの本気っていう、本気でやってんねんなっていうのがね、そういうところからちゃんと初めてでもちゃんと伝わってくれるんやって、残ってくれるんやっていうのを、うん、今日それ長尾さんが聞いて噛み締めて、うん、あ本当に、うん、うん、まあまあもうまだ噛み締めまくってるわ今日もまた、うんうん、本当にあこのまま頑張っていこうって思ったね、やっぱり、うんうん、やっぱり間違いは何一つないなっていう、うんうん、感じですね本当に。いいですね、いいツアーしてます、ね、素晴らしいツアーをしてます、うん、ホテル帰ってもちょっとなんかうるっとしてたもんね、花束眺めながら、うん、はあ、本当に。あとね、はい、昨日その来てくれて仲良くさせてもらったカップルがいたんですけど、若いカップル、はいはい、そう、それで女の子の方がね、うん、まあ、外国語を昨日もやったんですけど、うんうんうん、そのフランス語をねチョイスしてくれてね、フランス語、はい、そうフランス語聞きたいっつって、はい、そんならなんかすごい即答でフランス語って言ったから、あもしかしてフランスと何か関わりがあるのかと思ってヒヤヒヤしたんだけど、うん、終わってから聞いたら、はい、そのフランス人の友達がおると、うん、やし、はいはい、なんか日本人でもフランス語話せる友達もおるみたいな、まあ、その子もちょっと海外系でいろいろアメリカ行って
で学校入れたんかなとかっていう子やったから、それで話しててね、あ全然そのフランス語を手伝いますよみたいな言ってくれて、よし来たと思って、イルガのせがれをね、ちょっとこれリニューアルできるなと思って、はい、まあ正直今、Google 翻訳のまんま、多分間違った発音やったり、ね、うん、全然気にせんとカタカナで歌ってるやつをね、うん、これまたドイツ語みたいにこれはパワーアップできるぞっていうつながりも得ました。かなりうち嬉しいですね、それは。しっかり連絡先を聞いたんで、後日フランス語の歌詞と和訳を送るんで、お願いしますみたいな感じで。はい、全部ね、力にしていきたいと思いますよ。そういうところもね。つながり、いろんなつながりをね、大事にしていきましょう。はい。大事にして。で、明日は、うん、今日はオフやけど、明日は、鹿児島初めて行きます。人生で初めて。スピードキングっていうところでね、初めて行きます。うん、で、その次もね、4日も佐賀、唐津、行橋、メンフィス。で、5日が唐津。行橋って福岡じゃない？福岡です。そうそう、福岡まで戻るんや、鹿児島から。すごない？なんちゅう移動やっていう。すごいっすね。すごいっすね。すごいな。また佐賀行く。分かってへんね。また佐賀行きます。佐賀 2days やってすごい。でそっから福岡 2days で、あと何やかんやだ、あっという間に終わるは思いながら、あと6本もあんねんよね、連続で。まだまだ長い旅があるんで、まだまだ、まだ中盤ですらないよ、うん、中盤ですらないよ、うん、でもうそうやから、まあ九州の人おったらね、うん、ほんまに来てください。なんか、うん、この感じを目の当たりにしに来てください。そうですね。お願いします、うん。ありがとうございます。九州の外からも来てくれたりとかしてる人って、もうどぎも抜かれてますけど、うん、こっちが。お客さんの力すごいなって思う。なんか、その後、九州の人がなんか、ああ、ごめんなさい、ファイナルは東京にいます。うん、東京みたいな。何も知れんと。なんかバカらしいなってくも、まあ、うちらがそう、ゴールデンウィークですからね。そうそうそう、うちらがさ、なんか九州遠いなとか北海道遠いなみたいなが、うん、もうなんかちょっとアホらしいなってくるお客さん見とったらすごいなって思う。スパンスパンってすごいよな、お金かけてね行ってね、うん、もううちらもビート高んなって思いましたよ本当に、うん、いろんなとこ行けるとこ行こうって思いました。沖縄も行きましょう。そうね、関係ないけど沖縄行きたいです。沖縄行きたいですね。めちゃくちゃ行きたい、うん、行きたい言うてるとこ、多分これからボイラーは全部叶えていくでしょう、うん、ビビランさえすりゃ、まあ人間は何でもできると思ったんでね、うん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 、行きましょう、どんどん広げていきましょう、この世界にボイラー陸亀を、はい、おお、大きいこと言うてる、うん、大きいこと言ってますよ本当に、ね、何のためにフランス語を学ぶんや言うた話ですよ。でショーンさん、はい、ところでショーンさん、はい、何してんすかゴールデン。ゴールデンウィーク、まあ普通に仕事はあるからな俺は。そうか、変わらずか、まあ、何も変わらず、そんなに日常と変わんないです、ね、あ、そうなんや。なんかゴールデンっぽいこと、うん、もうあれでしまい、ソロキャンプでしまい。そうですね、うん、あ、そう、何ない、もう楽しみはないや、だから VR チャットぐらいですかね。あ、あれ聞いた、ほんま。ちょうどあの日にさ、はい、あの日にマイベストテープも同じタイミングでYouTube 上げてて、はいはい、週1回やから。うん。いや、まあ、週1回やから、もちろんツアーファイナルのことをね、熱々と語っててね。うん。うち、それ聞いてね、もう一回エモなっとったわけですよ。はい。だけど、ボイラー陸亀はさ、毎日毎日やってるわけで、YouTube。そうね。多分、その次の日かその次の日ぐらいでも、多分余韻はもう、あったんやろうけど、おのおの。ラジオ内では、まあ、言うとってももうキリないから次行こうみたいな感じでさ、ね、どんどん話が変わっていってる中で、ね、うん、同じ日に、片やファイナルのことをブワー喋ってくれたって、片や VR チャットハテみたいな、どれのハテみたいなラジオで、温度差にめっちゃ笑とった。そうなんや。面白かったな。いや、でも VR チャットすごい熱いっすからね。話聞いとってちょっと。マジで驚いてるもん、俺。でショーンが驚くて半端ない、ね、すごい出会いが、だから誰がやってるかわからんのよ。で、うん、ゆくゆく話聞いたら、え、あなたあの人みたいなことが、有名な人とやったりちょいあるんだよね、うん、それ言われへんような人ちょっと言えないですけど、マジか、後でこそっと聞こう。名前隠してやってるから、そうか、お忍びみたいな。うん、そうだ、うん、だからその俺は音楽系のイベントばっかり行ってるから、ね、うんうん、もういわばプロの人も混ざってるのよね普通に、うんうんうん、そういうところで、うんうん、それがなんかすごい世界やなって改めて
思っていました、うんうん、昨日。へえ、うん、わあ、ちょっとうちそんな余裕多分ない、まだまだないけど、世界突っ込みたい思うな、意味わからんやろな、ほんまに意味わからん世界やと思うわなんか、いや本当意味わからん、本当びっくりしてる、どこまでいけんやろね人類ね、本当びっくりしてるよ、いやー怖いねって感じですかね、はい、そんな感じですか、はい、じゃあまね、お互い楽しみましょう。はい。で、ボイラーリクガメの次は大阪ですね。ああ、そう、次は大阪。うん、5月15日、ノズフェスアメリカ村。うちら12時35分からクラッパーで突破でしたね。うん。うん、で、大阪の人ね、突破見に来てくださいね。はい。東京からもぜひお願いしますね。お願いします。バンド予約ができます。で、心配な人はプレイガイドもあるんで、そっちからでも大丈夫です。うんうんうん、バンド予約の方が手軽な人は言ってください、いつも通り。はい、はい、お願いします。はい、ほんで、東京のその次のライブはね、5月21日、リーフルームでリサ・ボルタンの林とジュリア・マーフィーとのスリーマンがありますんで、うん、お願いします。翌日は山梨で、はい、またリサ・ボルタンの林のツアーに参加しますんで、お願いします。お願いします。ほんで、今日一発解禁ありました、6月17日、私、大久保にある光の馬っていうところでソロライブが決まりましたんで、はいはい、また新しいところにね、ギューンと行きたいと思います。はい。ありがとうございます。サルフェスつながりで呼んでいただきまして、ほんまにつながっていくなって思いました。はい、ぜひ皆さん来てください。そんなもんです。はい。はい、今日のところは。はい、じゃあまた。ほなみなさん。ツアーを頑張ってください。はいはいはい。ありがとうございます。すいませんね。あなさん。わっさっこらすっすっす。